ハインリヒ4世、プリンツ・ロイスは、ドイツ・オーストリアの地主、資産家。旧諸行ロイス家の課長として、ロイス公を称した。弟系、ロイス公国公家の分流ロイスケストリッツ家の当主、ハインリヒ39世と、その妻の伯爵霊嬢、アントニア・ツー・カステル・カステルの間の第一子、長男。生涯独身を通した弟系、 ロイス厚生紙ハインリヒ45世の後継者に指名されたが、45世の個人財産は、またいとこで45世の養子となった、ハインリヒ1世にわたると取り決められた。1945年、45世がドイツ東部を占領した赤軍に拘束され、消息不明となり、1962年に西ドイツの裁判所が、その死亡宣告を出すと、2位刑。 弟系共に、血脈の絶えた、ロイス効果全体の課長となった。家族が代々所有する、ニーダー・エース・ター・ライヒ州のエルンストブルン城で生涯を、過ごした。1954年6月10日、ファーラー城で、ウファ政治家の弟ツー・ザルム・ホルスト・マル公爵の、末娘、マリー・ルイーゼと結婚し、マニー4人の子を設けた。ロイヤル・ニュース・オブ・2012。 セクションアイアーカイブド2013年1月12日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、デアレッツで・テス・ストミッツ・ファーストツ・テ・ヤーレンバーストーベン、ゲラッツ、ゲラ・アッツで2012年6月30日閲覧、ザ・ペーラゲ、パーソンページ11136、リヒテンシュタイン・公夫人、マリーの老い、ありがとうございます。